はい、どうもキョペちゃんです。今回ですけども、嫌いなものをあげてみたシリーズパートの3になりますね。まあ、新しい妖怪が少し増えたんで、まあ、それとあと前回やってなかったジバナン劉備とかコマさん孫作とかね、まあ、そういったのも含めてちょっと嫌いなものをあげていきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、ということでいかがでしたでしょうか。皆さんどれが良かったですか。僕はね、フーニャン S の最低だなが、まあ、良かったかな。てかウサピョン中達がパクってますね。はい、ということで皆さん最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画見て少しでも楽しんでいただけたら、ぜひ高評価ボタンしててね。ではキョペちゃんでした。また次回お会いいたしましょう。